はい、おはようございます。ゆりゆりです。いつもご視聴ありがとうございます。いつもの日課のね、散歩ですね。ご覧の通りね、家臣まだね、エリザベスカラーをしております。傷の具合はだいぶいいんですけどね。今週末ね、抜歯してで、山にねまた行こうかなと思っています。で、まあ、家臣がですねお休みしていた有害鳥獣駆除活動ね、こっち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 、その時はですね、力1頭だけでね、入れました。で、あとはまあさくらとかですね、リンマリといったね、まあ猟犬の仲間たちもね一緒にね入れたんですけれど、まあその時のですね有害鳥獣駆除活動のね動画、これからねまあ編集するんですけど、まだねどういった感じで映像撮れているかわかんないんですけど、まあひょっとしてね予告みたいな感じになってしまうかもしれませんけれど、まあ正直なところですね、やはり家臣がいないと厳しいですね。力探検でね入れたのは実は今シーズン初めて、昨シーズンはですね何度かありました。何度かありましたけれど、もうその時はもう全然っていうような感じだったんですけど、まあ今シーズンはですね、まあ昨シーズンの終わりとかにね、力の活躍があったり、今シーズンもですね力がね活躍していたので、まあ、ひょっとしてね探検でもいけるんじゃないかなと思ってねいたんですけれど、こっち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 、ちょっとね力には探検はまだちょっと厳しかったですね。やっぱりね家臣がいないと、まあ一言で言ったらね、甘いと、まあ、仕事しないっていうのはね、まあ、それ極端なことなんですけど、まあ、甘いかなといったところですね。で、僕たちっていうのはですねチームでやっていますので、お一人でねされている方とかね、仲がいい1人2人とかね3人とかっていう感じでやっているんであれば、まあいろんなねやり方考え方あるんでしょうけれど、僕たちはチームとしてやっているので、まだね、きちんとまあ仕事がね仕切れていないとね、探検ではまだまだね荷が重い、力をね、入れてですね、皆さんをですね待たせるっていうのはね、待たせるっていうのはその配置にねついてもらうっていうのはね、ちょっと正直言ってね心苦しかったですね。で、先ほども言ったようにですね、まあいろいろと、まあこれから動画の編集ねしてみてっていう感じなんですけど、今までとはですね実は違った感じで山をね回ったんですよ。結構ね今までは今までなりにねそれなりにまあ結構渋いところ行ったりとか、渋いっていうのはまあ一言で言うと、まあ、危ないとことかね厳しいとことかね、あとは藪の中とかね、確かに今まで行っていたは行っていたんですけれど、結局ね家臣がそれなりにその足が伸びるんですよね。足が伸びるっていうのは、そこそこまあ僕から離れてね捜索をするっていうことなんですけど、ですので例えばその僕がねまあ、尾根にいたとして、下の方でですねイノシシのね、匂いを取ったと、そしたらその家臣は下の方に行くわけですよ。だからその僕がそのわざわざ下に行く必要はないんですよ。でまあそこで例えば起こしてね、で、下ねずっとね周りをね追いかけてそのね、向こう側でね待っていた志垣の方ね、町とか立つとかねいますけど、まあ、鉄砲隊の方がね、まあ、撃つと、まあ、そういったその狩猟スタイルがもう確立していたわけですよ。ですので、僕もですね、その志垣の方にですね待ってもらうっていうのはね、でたまたまね、まあ、来る場合もあれば来ない場合もありますし、まあ、それはねもう時の運っていうところももちろんありますしね、その方自身のですね判断、こっち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 、このね、
通しで獣道ね、この獣道に乗ってくるだろうとね予測したのがね、まあ、外れて、一つ上のね、投資で逃げちゃったとかね、まあ、そういうことも多々ありますからね。その辺はね、仕掛けの方のね、まあ、判断なんですけど、ただやはり、僕とかね、あとは猟犬たち、家臣力、ね、まあ、これからアスカね、の役割っていうのは、とにかくね、イノシシを探す、そして見つけると、そしてね、猟師に撃たせると。ね、もしくはまあ僕が打つと、ね、まあ、そういったのがですね、まあ、求められているわけですから、待て、座れ、そう、ね、あんたたちはどうかならんかね、本当、力は力でたたたた行こうとするし、もう家臣は家臣でもテレッとするし、アスカアスカでもあちこちあちこち行くし、本当もう。もう足して3みたいなのおらんかな本当っていう風にね、お子さんとかね、お孫さんを思っている方結構多くいらっしゃるんじゃないですかね。こんな感じなんですよ。力はもう早く行きたいばっかりね、家臣はねもうなんかこう、もう後ろからゆっくり歩いてくる。これは怪我をしているからとかじゃなくて、いつもこうなんですよ。僕がね喋ると結構ね興奮して前に行ったりするんですけど、だいたいねこんな感じなんですよ。で、アスカはもうあちこちあちこち行きまくるでしょ。もうね、大変なんですよ、ほんと。ね。まあでもね、アスカはね、待て声がね、覚えたんで、まあ、そらそれでよかったんですけど。で、何でしたっけ？で、そうそう。で、まあ、僕たちのですね、イノシシをね、まあ、捜索すると、で、見つける。ね。知らせる、ね、打たせる、そういったのが、ね、役割になりますので、まあ力だけだとちょっと、正直言って厳しいかなと。で、そういうこういったですね、その縦犬って言いますけどね、まあ、専門用語でですね、まあ力はですね、吠えて止めるっていうね、神に行くんじゃなくて吠えてね止めるっていう、まあ猟芸なんですよ。で、僕はこれからですね、こういったその縦犬っていうのをね、育てていきたいなと思っているんで、このね、アスカもその縦犬なんでね、縦犬はですね、まあ、飼育、ね、それから、まあ、交配繁殖していきたいなと思ってはいるんですけれど、全般的にですね、この縦犬っていうのは成長がね、ちょっと時間かかるんですよ。例えばですね、家臣なんかっていうのは、もともとは紙犬なんですけれど、まあ、その両方的に、要は家臣がですね、イノシシをね、飛ばして、で、仕掛けのね、方が撃つというような、両方がですね、確立しておりますので、追い犬っていう風なね、感じになったんですけど、基本的にはですね、紙犬なんですよ。紙に行くんですよ。で、イノシシね、まあやられてっていう感じで、まあ力もですね一回やられましたけれど、でもまあそれ以来ねやられてないんですよね。まあ分かりやすく言えばですね、家臣はまあその、まあ、パワーファイターですよね。もうイノシシみたいなね、まあ、とにかくね激しく吠え立てると。で、中にはですね、まあ、ほとんどがですねそれにびっくりしてですね、あれカチ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 、バーッとね、逃げたところにね、鉄砲隊がいてね、バーンと撃つと、まあ、これがね大体が、こういった、まあ、ハンティングスタイルになるわけなんですけど、中にはですね、まあ、今回みたいに強いイノシシとかになると、その大体ね逃げるんですよ。イノシシは逃げて、である程度のところまでね逃げて、で反撃してやられると。もうね、家臣がやられたパターンっていうのはもう大体もうこれ、ワンワンって言ってね、バーって逃げると。で、逃げたからね追いかけようと思ってね、そこでね漁師が誰もいないところでね勝負挑まれて、で、バスッとね
やられると、もうこのパターンなんですね。で、リキ、そしてねアスカっていうのはあの犬自体ですね、あの弱いんですよ、あの分かりやすく言えば、例えばですね、まあ、お前の母ちゃんデーベーソーとかね、うん、LL こっちおいでみたいな、ベルベルバーみたいなね、まあ、こんな感じなんですよね。でそれにね頭に来たイノシシがね、向かっていくと、でそれをねひらりとかわすと、でね、まあ、弱くねわわわわね、吠えて、で、なんかムカつくみたいな感じで突進してひらりとかわす、走行している時にね、漁師が近寄って撃つと、まあ、そういったそのスタイルなんですよ、あのリキ・アスカがね。ですので、ちょっとねやっぱり気が弱いんですよね、なんで、やっぱり成長に時間がかかるっていうところなんですよ。一般的に言われているのがこういったその縦犬っていうのは3歳ぐらいからね、まあ、良くなるとね、言われていますね。ですので今現在リキはですね、1歳と、まあ、3ヶ月ぐらいですので、まあ、今シーズンはですねやはりもうやっぱり家臣がいないと、こうやっぱり、まあ、本人がですね安心しないんでしょうね、やっぱ怖いっていうかね、そういうので、ですのでイノシシがいるっていうのは分かっていたと思うんですよ。ですけれどその気づかないふりをしたっていう感じ、あの家臣とかがいると気が大きくなってね、あイノシシがいると思ってバーって言って、家臣におし知らせたりとかね、家臣自身もそこでこうバッて気づいてワワワンとやりだすと、で飛ばして撃たせると、まあそういった感じなんですよ。ですのでね、まあ、力探検でってなるともうちょっと時間かかるかなっていうところですね、まあ、そうこうしているうちにですねアスカも成長してですね、それなりの犬群としてね形になるんじゃないかなとね期待しておりますということでね、エリザベスカラーをしていなければね怪我をしていることすらねわからないぐらいのね過信でした。今週末ね、もちろんね配信日と今のこのね動画撮影日いかんよほら猫ですね、当然ね、違うんですけど見えますかね、正面いますね、見えるか映ってるかな、ね、こんな猫がね10匹ぐらいいるんじゃないかな、画面映ってなかったらすいません、多分正面に映っていると思いますね、話しがいいみたいな感じなんですよね。で、こら、いかんよ。アスカ、お前やられるぞ。いかんよ。もうね、山にですね、ここはいいんですよ。いいんですよっていうのもおかしいですけど、ここならまだいいんですよ。山にですね野良猫がいたり野猫とかねいたりすると猟の邪魔なんです。ほら、ね、よし行きましょう、行こう。はい、ということでね、帰ってアジトに帰ってねジャーキー食べよう。はい、ということで、本日もご視聴していただきありがとうございました。ではまた。